陳謝っていうのは少しなんでね、リスナーさんがしてるんですよ。リスナーさんが、僕も今集団いじめ受けてます、ね、彼もこれくらい言ってます。それぐらい競馬がやりたいんです。やらせてやってください。お願いですから、心配してくれるリスナーさんだけ残ってほしい。俺の心情を受け取ってほしいな、ね、彼もこう言ってます。応援してくれるリスナーさんがいるのでは、いるのなら明日の競馬を気持ちよく受け止めてやらせてほしいと、ここまで言ってます。お願いします。まあ競馬に関しては自分の意思で決めるんですけど、まあ昨日39万負けたんで、マンスリーの賞金50万、それは誕生日にな、俺をキャバクラに連れてってオーパスワンを開けてハメを外させてくれた、そういう風に記憶変えただろ。使えても11万しか使えない。大丈夫、それで全部取り返せるから。俺もう養分地ずっといようかな、しばらく。いつでもいいな。また呼ばれるかもしれないんで、はい、ちょっと連投ブロックしますよ。変なコメントは書かないでください。イキリスト逮捕って何？あ、ありがとうございます。負けるなよ、うん、あ、だから頑張ろうぜ。火曜日税理士さんと話すんで、でまた戻ってこようかな。一回帰ってね。でアンチブロックしなくていい、うん、ちょっと俺が悪いからね。俺シャワー浴びてくるから、うん、配信してとき。いや、よっちゃんだねこれ。ハート頑張れよ。アリアンス、ほらお前服入れとけよ。これも忘れてるけど、うん、養分がお風呂入るまで配信して、今日はちゃんと休みます。デビリーでも見よっか。あ、免許講習も予約しないといけないんだよね。だやることいっぱいあるから聞かれやす。元気だしな。ゼロは、うん、なんか今年はいろんなことがある。36歳、寅年ってなんか厄年とか、なんかリスナーさんマスク外しだなんでこんないろんなことがあるんだろう。応援してる。あ、つーちゃん、うん、マジで不幸が続いてる。だって、あ、離婚は去年か。水子供養はもう行ってます。厄年じゃない、ついていきます。ああ、最近なんかいろんなことがある。お祓い、あ、20個あります。ゆうちゃん、天柱札。天柱札って何？いや、ゆうちゃん20個あります。グリュ、いやー、マジで誰だろう。あ、ゆーちゃんありがとう。あ、ゆまるのも一人で行った、同じところに。どこに行くの？神社みたいなとこ。神社って言わない、お寺、お寺だね。お寺の住職さんにやってもらう。指見せて、なんで？お寺だよね。まあ、ギャンブルはやめるって言ったら嘘になるんで、競馬はやります。きちんと反省して、キラコメしなくても。あ、もっちゃんごめんなさい。もっちゃんってステッカー届いた？ステッカーで。ギャンブルはそれは今後ね、競馬は多分やるんですけど、大事なのって配信外のギャンブルはやめます。はい、あの意味にならないんで、ネタになるギャンブルやります。
そうすればまだいいんで、あ、届いた兄ちゃんやす、うん、いや、競馬は勝てないけどね。いやマジで、兄ちゃんあれやっせ、200個、優しいわ。あ、で、兄ちゃん言わないでね、かばってくれてるから、うん、もう落ちます、はい。で、みんなあのグローどうだった、なんか弟子にしてないんだけど弟子を語ってるんだよ。で、グローさんはで、沸かせたらしいけどね、うん、大好きだよ。 ありがとうございます、フォローします。いや嬉しい、弟子じゃないよ、俺弟子認めてないからね、うん、あ、信号無視してたのとか言ったらいいのにね、たかしんとこね、配信頑張りたいなら、それぐらいしないと。でも俺の弟子を名乗るのはやめてほしい、うん、なんかあると俺の教育のせいだとかって言われるのがすごく嫌だから、うん、何かあっても全部俺のせいにされるんで、いや見る目とか勝手に弟子できるんだよ、うん、勝手にね。でもマリオはもう認めたんだけど、ちょっとグローはちょっと認めてないんで、ね、もうみんな寝てもらってね、うん、疲れたでしょ、陰ながら応援ありがとうございます。いや、心配だからって、もう俺ここで寝るから、ソファーで大丈夫だよ。いや、味方はね、いるの分かってるんだけど、申し訳なくてね、トラブルばっかりで。やっぱ家にちょっと引きこもろうかな、しばらくね。うん。家に。でまあちょっと配信をちょっと休んでもいいかもね。引退はしないですけどね、配信しかないんで。いや俺がいなくても大丈夫じゃない、うん、50からやす、うん、元気出せ、ありがとう、かかわちゃんって呼んでくれてね、かわちゃんって、うん、休んで何しよう、うん、
なんか勉強でもしようかな。勉強、暴力なの、まあ、暴力になっちゃったね。猫たん心配してた？猫たん、猫たんって脈ある？みんなあれちょっと手応えあるんだけど、ないってあるでしょ。なんでない、ないっていうの？あの人ダメ？絡まない方がいい？なんでやめた方がいい？理由は？既婚者じゃないよ。ちょっと年上編してみたい。年上編。いつも年下が多いんでね。面白くないですか？優しい、めちゃくちゃ、もうゆちゃんとか全然 LINE 来ないけど、弁護士頼めよって。民事でどうやって動くんだろう。まあ向こうのね、出方次第だけど、俺は首絞めてないんだよ、首を押さえてるから。それでなんかお医者さんにその診断書の部分で過剰申告をしてるんだったら、そこの部分ぐらいしか動けないんじゃないか、民事で。ドンマイ10個ありがとう。ああすいません社長、申し訳ないです。過剰申告ね。変な席、タバコ吸いすぎだね、タバコ。首を押さえる、だから近所迷惑だと思って家に入るために、ね、夜分お風呂。ゼロマンのおかげでスカッとした、ありがとう。すごい連投してるけど。全部コメント見えてるから、連投大丈夫だよ、教えてくれて、いや口を閉じようじゃなくて家に入ろうとだよね、それがまあ暴力になってるんで。お風呂、でも悔しいけどしょうがないね、
つも見てます。あ、リーさんありがとうございます。あ、フォローしますね、リーちゃんありがとうね、美人さん。火薬に囲いないって、これ囲いが俺を責めてるんでしょ。これ違うリスナーさんが叩いてるの、俺のこと。俺のアンチが言ってるの。火薬の囲いさんが怒ってるんでしょ。違うの、うん、あ、これからもありがとうね、ありがとう、うん、いや、政治のリスナーはそんなないっしょ。まあ、野次馬の人は客観的に見て俺が悪いって言ってるのも多いだろうね、うん、いや、アンチじゃなくても今回は俺が悪いっていう人もいると思うよ、うん、まあ、逃げたらダメですよ、さすがにね、うん、いや、まあ冷静に喋ってたんだけどね、うん、あまりにもうるさいから、まあ、だからといってね、入ってよくないよね、うん、だ冷静じゃないよね、うん、いや、ぶっ飛ばしちゃダメだよ、うん、俺みたいになっちゃうよ、何があってもね、うん、まあ口で何ともならない人はやっぱ関わっちゃダメってことですよ、うん、まあ喧嘩両成敗にならないだろうね、向こうは何もしてない、うん、金カレアンス、うん、応援して珍しいでしょ、いつも結構冷静なんだけどね、養分がマジでムカつく気持ちが分かった。火薬さんはね、人を煽る天才だよ、人をピキらせるっていうか本気に怒らせる、うん、だリスナーもいつも怒ってるのは煽られてるからじゃない、うん、じゃないの、うん、ピンチをチャンスに変えて、まあ、それは今見てるリスナーさんでね、まあ、まあリスナーさんどう思うかだけど、あ、ちょっとリスナーの悪口はブロックします、すいません。お疲れ様、すごい顔文字で喜んでる、そもそもゼロワンがそんな、いや初めそんな怒ってなかったんだけど、喋ってるうちに、うん、怒っちゃった、そんなならないんだよ、初見スカッとしたわ、いやいやいや、すいません花火、うん、でもお風呂だよ、お風呂、
まあいい勉強になりました。いやマジでタバコ吸っちゃう。火薬さんはコメントしてないんじゃない？してるの？どうぞ、ありがとう、金貨。いや、飲み物飲んでるよ、オレンジジュース。はい、ゼロ一らしい。こっちは。警察は僕呼んでないです。タイトルの意味、いや、ふわっちで配信できなくなるかもしれない。もしかしたら。はい、そういう意味です。なんでちょっと分かんないですけど、はい、トラブルを起こしたので、キャスか。いやもう、どうしよう、ハゲ見せて。こんなことでしか笑わせれなくてごめんなさい。素直だね。はい、いや、ここでね、アンチをブロックして自分を正当化するなんて気持ちはありません。はい、お前なんか配信やめたらただのクズ。いや、そうですよ、はい、その通りです。正論言われてる、はい。これなんだろう、でかいな、これ。こんなでかいのある？手がつくやつ。でかくないこれ。何これ、これ今
使わせてもらおうかな、うん、昼間の575です。おやすみ。またね。まあちょっとこういうことになったんで競馬ちょっとわかんないっす。競馬しないかも。まあ気分が多分乗らないんで。うん。こんばんは。まあ普通に、まあ、こう首をこうねしてて相手が言ったらそうなっちゃうのかな、締められたとかね、相手の表現一つでそれが通る世界なのかな、うん、今そうなっちゃうの。あ、400年されます。今日からまた大きくなったゼロワン、元気出そうぜ。元気出していいの？あ、運営さんにもちょっと反省しないとね。うん。おかえり、ただいま。元気、まあちょっと。まあ400人ぐらい味方いる深夜にね、うん、これは心強いですよ、うん、味方です、心強いです。まあ養分は味方してくれてるけど基本リスナーさんしか味方いないんで、よかった。お客さんいるのかな。キャンプ配信だ、誰の、みやびくんの、行かないよ、うん、俺は断っちゃった。示談、うん、しなきゃって、示談に応じないでしょ。たまちゃんの時はあれ示談だったんだよね確か。いや強気でいけって言っても、うん、ありがとうね、ナチョナちゃん、うん、示談、まあ小役さんの競馬代になるよね、うん、受理されんと、うん、示談求められても、じゃあそれどうしたらいいんだろう、みんな示談になったら。あ、相場は30万円なんだ、うん、思うつぼ、で俺が示談断って被害届が受理されなかったらどうなるの、うん、なんか相当お金困ってるみたいだしね。罰金の方が安く上がる。罰金の方が安く上がるけど前科がついちゃうってことよね、うん、例えば罰金刑になった場合は火薬さんにはお金入るの？つかん、いやつくでしょ。入らないんだ。
じゃあ罰金払った方がいいんじゃない？うん。示談には応じない方がいいんじゃないですか？だったら。うん。この通りですから勘弁してやってください。うん、示談はやめて、まあ受理されなかったらあとは民事で火薬さんがやるかどうかって話だもんね。うん、民事起こされるかな。すっきりしたぜ。すっきりした。無事ですか？あ、無事です、ハート。あ、キャリーちゃん、ありがとうね、キャリーちゃん。キャリーちゃん、わざわざ警察署まで行ってくれたんだね。ごめんね、キャリーちゃん。わざわざね。うん、俺、お風呂入ったよね。入ってないよ。あの、洗面所で頭洗ったんだけど、ダメかな？汚い？いや、お風呂は入りたき入ればいいし。一応、あの、お風呂入らずに洗面所で済ますことがあります。シャワー浴びてきたら頭洗って、あの脇を一応洗います。こういう感じでシャワー。なんで入らんの？まあ、最近だったらちょっと肌寒い、服を脱いで一瞬寒いのが嫌なんだ。肌寒い、あの裸になった瞬間って一瞬寒いじゃん。それが嫌なんだよ俺。うん、今でもちょっと寒いんじゃない？うん。